久々に実家に帰った時にさ、掃除手伝おうと思って掃除やるとさ、まあ時間かかるんだよね。それをなんかさ、ほぼ毎日掃除しながら仕事をしてたりとかしたら、うちのママってすげえなって思う。メイドがしてくれてる。うちはホロックスのアジトも私が掃除してるんです。ウェイがメイドってこと。まあでもお仕事でね、派遣お掃除スタッフみたいなのやってたから、代理家事みたいなの、メイドって言われたらそうか、メイドかも。ブラック企業をいつ辞めたのか、直前に辞めたのかみたいな、ホロライブに入る直前に辞めたとかって言われる時結構あるんだけど、直前に辞めたわけじゃなくて、結構そのデビューするより前に、結構前に辞めてるのよ。ね、デビューまでの期間中にいろいろお仕事してたから、バイトとかね。ブラック企業辞めて、まあ、有給消化で有給消化するじゃん。有給消化中にさ、なんか仕事してないのがなんかハラハラしてきちゃって、何か働いてないとハラハラしてきちゃったのよ。なんか今のままで私いいんかみたいな。しかもさ、お金が目減りしていくわけじゃん。ちょっとなんかリアルな、待って、すげえリアルな話。ちょっとリアルすぎる。目減りとかさ、ホロライブに入ってまで目減りの話しないでくれる、ルイさん。目減りしていくことによってのなんか生活の不安みたいなのが出てきて、でなんかやってないと気が済まないって思っちゃって、掛け持ちバイトをしてたね。3社ぐらい掛け持ちバイトしてたかな、デビュー前。え、なんてほら、あのシフトとかってさ、自分の好きにシフトをなんかいっぱい入れますっていうこともできないじゃん。まあできるところもあるのかもしれないけど、できないところだったのよ。だから3個ぐらいで、まあちょうどいい3個ぐらいやってちょうどいいぐらいのね、感じだったね。ブラックやめたのに自分でブラックに。え、でもね、ブラック企業の時よりは全然、なんかお仕事の話ばっかりで申し訳ないんだけど、全然余裕だったというか、バイトだから残業もないし、今は全然ありがたいことに大丈夫だしね、私がやりたかったね、歌だったりとかができてるから、本当にありがたい皆さんのおかげなんですけれども。